最後にさっき言ってた夢の話なんですけど、いろんな人の心に響くシンガーになりたいなと思って、私がいつか有名になれたら一番に絶対この歌を歌いたいなって、思ってる歌を、皆さんに聞いて、今日は聞いていただこうと思います。熊本地震が起きた時に作った曲です。今日は聴いてくださり本当にありがとうございました。桜井ゆかでした。君の歌悲しくても逃げたくても
番組を終了します。午後の部を楽しんで帰ってください。本当にありがとうございました。